私の記憶が確かならば、今日は鉄人たちの休日。久々の休日を彼らはどう過ごしているのか。まず愛車ローレルでゆったりと滑り込んできたのは道場六三郎。安らぎに満ちたこの一日が道場の新たな発想を生む。一方酒井は湘南の太陽をスパイスに使い、ローレルの助手席でとびっきりの素材を料理していた。料理界のドラクロは色を好む。そして陳は奥さんのローレルで食材探しに余念がなかった。今はまだ戦いの日々が始まるのだ。さあ鉄人たちを大いに楽しむがいい。